なんせの断り壊し尽くそうぞ。ほら信長様の手足だからな。敵方は本能寺を完全に包囲、総大将自らこちらに向かっています。吉本信玄謙信死してなおこの信長の前に立ちはだかるか。尾張のうつけに天下など釣り合わぬ。真の覇者が誰か思い出させてやらねばのう。この信玄率いる武田こそ最強。格下の織田ごときに天下は渡せぬな。京の都に正しきを打ち立てんがため、清き上杉が不浄なる織田を払わん。案ずるな貴重。亡者相手の戦でお前を死なせたりはせぬ。案じてなどいないわ。あなたの強さを信じているのです。久々の戦は応えるの。しばし休むぞ。チャニムに突き進むか愚かなり。おめでとうございます。おお、命にも所望か。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。格の違いを知るのはこれくらいよ。敵将討ち取ったり。ここは引こうかあるまい。まずはこれでよい。次の手に備えん。この戦夢かうつつか俺が見定めてやる。侵入はなったら吉本様のお下知に従い、この寺を制圧し信長を討つのだ。敵の思い通りにさせないわ。橋の手前で押しとどめましょう。さて戦はどう動く。これはしばしここで眺めさせてもらう。よし行くか。である。今川勢に続け。シャリムに突き進み織田勢を蹂躙せよ。開門。敵が次々と。このままではいずれ押し負けそうですね。武田こそ最強なのだ。死にたい奴からかかってきやがれ。この状況は一体信長大事ないか。我らも加勢する。開門。ようやく十兵衛が来た。小勢で動いては危うい。援軍と合流するぞ。殿、我らのみでこの大軍と戦うは下策。まずは信長様と合流すべきかと。ああ、信長も同じことを考えているはず。急ぎ向かうとしよう。敗北条件変更。任せろ。
し尽くす。信長、よくぞ持ちこたえてくれた。この明智十兵衛光秀が来たからには。だがい、さっさと切り抜けるぞ。よし、いざ参る。何をしておるか、この役立たずめが。うぬら、それでも今川の将か。苛立っているようね。かつての義元はもっと堂々としていたと思うけれど。寺の守りを固めておけ。敵の動きを抑え、押し返すぞ。倒せました。ですが、勝頼人柄が少し変わりましたか。父上、ご無事ですか。なんと、この敵はどういうことだ。開門。任せておけ。弱き者より払うのが我が戦の情報。あの者らを討ち取るぞ。信忠様が危うい。お支えせねば。続け、信長様をお救いするのだ。任せておけ。火にいる夏の虫よ、あの者らを先に撃ってやれ。上杉の清き戦を汚されつ。およ様、弱い者を真っ先に狙うと常に聖堂を掲げる上杉の戦とも思えないな。味方の足を引っ張ることになろうとは。ここからは必ずや父上のお役に立たねば。弓兵を出せ。寺の中央を抑えて矢の雨を降らせよ。目につく敵を手当たり次第か。今はとにかく味方の救援を急がねば。侵略すること火のごとし。戦に細かい策などいらん。攻めに攻めよう。敵の勢い未だ衰えぬか。ここが正念場よ。押し返せ。信長の行く道を邪魔するな。王者であろうと切り伏せるのみ。十兵衛がたけっておるわ。ならば俺も奮起せねばなるまい。助けに来て助けられるとは情けなし。さらに奮起せねば。よし、弓兵を倒しちまうぞ。まあ愛を詰めればちょちょいだぜ。やつらしつこく化け続けておるが、亡者がよみがえるはずもない。だとすれば何者の企て。任せておけ。必ず暴いてくれようぞ。この信長に亡者の刃は通用せぬわ。よし、行くか。敵将討ち取ったり。力及ばすか。おりゃ、
槍の股座は天下無双よ。敵を押し返した。みんなよくやった。それ知れぬか。ならば動かざること山のごとしだ。やった、俺たちの強さ思い知ったか。受けてばかりでは拉致が明かる。余生に転じよ。大将を討ち取るのだ。うつけの分際でこの吉本を討とうてが、笑わせるでないわ。開門。まだ吉本を気取ってるみたいだけど、やっぱりどこか違うわね。誰なのかしら。直に戦えば奴らの正体も明らかになろう。敵に情けはかけぬ。叶う相手ではなかったか。ハムシどもに余を討つことなどできる。また出てくるの。消えてはまた現れるとは。やはりこの世のものではないのか。織田勢が翻弄されている今が好機。炎に巻かれて死ぬがいい。この手が。他にも敵が潜んでいたようね。このやり口、どこぞの忍びの仕業であろうな。わしなん、故に最強なのだ。敵将、討ち取ったり。来るはなんだか。これは見事なお手並み。よし、行くか。ども邪魔すんじゃねえ。知れ者め、無駄と言うておろうが。何度やっても同じことを。信長様、ご無事でございますか。久秀、返事を聞きつけまかり越しましたぞ。あの亡者どもは忍びが幻をまとった姿、術を操る者を始末すれば片付きましょう。おう、久秀、大義である。術を操る者を討ち取り、この茶番を終わらせようぞ。忍びが相手なら俺の出番だ。仲間を使って術を操る奴を探ってみるよ。よし、行くか。我は無双、全てを壊し尽くす魔王よ。はかなきこと、梅雨のことしだ。奴らの術が弱まったようだ。今なら打ち取れるかもしれん。何人も正しきを滅することはあたわず。つかったか。へい、近寄るな。わかったぞ。術を操ってる忍びはあそこだ。見つかっては仕方ない。返り討ちにしてやる。
術の具合がおかしいの。さては見破られたか。これぞ忠式の神髄。楽しめたかよ。つけやろう。任せておけ。まずい。これでは正しき術を使えぬ。正しきなんざ知るかっての。茶番はお諦めがいい。奴らが本物であればさすがに分が悪かったであろうが。お見事な手並み。あとは亡者に化けていた忍びを撃つだけでございますな。信長、楽しんでもらえたかい。よしか。やはりお前の仕業か。桃地三代吉本、信玄、剣心、彼ら傑物たちをもてあそんだ報い、受けてもらおう。勝利条件変更。決まっていくぜ。今川、武田、上杉、どいつもこいつも武士の道理を押し付けるバカ野郎どもだった。信長、貴様も同じだ。だからこの俺が全部ぶち壊してやろうってんだよ。これは単なる座興に過ぎねえ。次はもっと大掛かりだぜ。楽しみにしてな。まだ何かあるのか。急ぎ体制を整えねばなるまい。奴がどう出ようと次で必ず決着をつけてやる。